これかわいい、欲しい、つけたい。おや、ネックレスでも買ってあげましょうか。本当、花子これがいい。それは耳に穴を開けないとつけられないのよ、花子。ピアスっていうの。え、耳に穴開いてるよ。いやいや、それじゃなくて、ピアス用に耳たぶに小さな穴を開けるのよ。え、怖い、花子痛いの嫌い。怖いもの好きなのにそういうのは嫌なのね。それとこれとは別なんでし。じゃあイヤリングでいいや。お母さんこれ買って。はいはい。そういえばピアスにまつわる都市伝説が昔流行ったわね。花子、こんなお話はどう？ピアスの穴から白い糸。あー、これかわいいな。買っちゃえば、かわいいじゃん。でもこれピアスだから私穴開いてないし、開けるの怖いし。開けてみたら？そんなに痛くないよ。一瞬パチンってするけどすぐ終わるよ。以前からピアスに憧れていたのですが、開けるのが怖くてずっと躊躇していました。イヤリングだとすぐ落ちちゃうし、ピアスは穴が完成すればその後は楽だよ。そうだよね。頑張って開けてみようかな。一念発起してピアスを開けてくれる病院を探しました。自分で開けるのも怖いし、病院が安心だよね。いい感じの病院が見つかったので、そこで開けてもらいました。アレルギーの出にくいチタンのピアスを使用しています。しばらくこの薬で消毒が必要です。また2週間後に来てくださいね。開けてすぐ、ジンジンと熱くなった耳たぶには、ファーストピアスが輝いています。やっぱり可愛い。ちょっと痛かったけど、やってよかった。病院で言われた通り消毒をして、穴が完成するまでピアスはつけっぱなしにします。へえ、シャワーの時も寝る時もこのままなんだ。開けた穴にシャンプーが入らないのかな。あ、ピアス開けたんだ。やっぱり耳にちょっとアクセサリーがあるといいね。怖かったけど、我慢した甲斐があったわ。彼も褒めてくれて大満足でした。俺が可愛いピアス買ってあげるよ。今度一緒に選ぼうか。本当？ありがとう。私は次のデートを楽しみにしていました。ですが次の日。あれ？なんだか耳たぶが痛い。鏡で耳たぶをチェックすると赤く腫れています。そっと触ってみると硬いしこりのようなものができていました。いやだ、怖い。病院に行こう。ちょっと一回ピアス外しますね。開けて10日後、初めてピアスを外します。ああ、膿が溜まっていますね。これ出し切りましょう。私の耳たぶは人よりも分厚いので、穴が完成するのも遅いと思いますとは言われていました。穴からはたくさん白いものが出ます。いってって。今全部膿を出しましたが、また溜まると思います。消毒しながら様子を見ましょう。ピアスはチタンからシリコンに変えてあります。調子悪かったらまた来てください。はい、わかりました。ピアスって大変だな。そりゃそうだよね。よく考えたら傷口なんだから。それから数日間、良くなったり悪くなったりを繰り返していました。病院へ行く暇がなかった日、試しに自分でピアスを外し膿を出してみました。うわ、たくさん出てくる。でも慣れると全然怖くないな。だんだんピアスにも慣れて状態も落ち着いてきた頃、耳のケアをするためにピアスを外した時に、何か糸のようなものが出てきたのです。あれ、また膿かな。でも全然腫れていないし。この状態は初めてでした。耳の穴の汚れが固まって出てきたのかな。糸を引っ張った瞬間、あれ、片方目が見えない。どうして？知ってる？耳の穴から白い糸が出た時、それは視神経だから引っ張っちゃうと失明するらしいよ。本当？さあ、そんな噂があるよっていう話。はい、おしまい。これはですね、ありえません。面白い都市伝説ですね。
本当に昔流行った都市伝説ですが、耳から視神経が出てくることもなければ、引っ張って失明するのもただの噂なんだそうです。白いものは、まあ皮脂や分泌物など老廃物の塊、つまりゴミであることが多いんですね。汚れは取って、耳たぶはきれいに保ちましょう。まったくおしゃれするのも大変ですね。おやすみ花子。そして皆さんも良い悪夢を。